前回の動画では2007年9月に待望の利下げが行われた直後の2007年10月に米国株式が史上最高値を更新したことや当時と現在の投資環境の類似点をお伝えしましたそしてその翌年の2008年にはリーマンショックが発生し米国株式は最高値から一気に半値以下になってしまいました 今回の動画ではこの歴史的な金融危機が起こる直前から現在までを振り返り今後の投資のヒントを探っていきたいと思いますそれでは金融市場の歴史の振り返りの第3回リーマンショックから史上最大規模の金融緩和スタートです歴史は繰り返さないがしばしば因を踏む過去の歴史に学ぼう備えるべきリスクのヒントは過去にあるということで今回のポイントは まず2008年に入ると金融機関のサブプライムローン関連損失が次々に表面化し2008年9月にはリーマンブラザーズが破綻しましたそしてこのリーマンブラザーズの破綻以降ですね、えー、アメリカは金融緩和に動き利下げをしてさらにそれに加えて量的緩和も行い一元レベルの緩和を行っていきます、えー、さらにですね えー、その後インフレ率が高まってきますとアメリカは2015年の末からあ利上げしていくんですがそれは残念ながら途中で頓挫してしまいますでさらにですねそしてですね、えー、石油危機以来の高インフレ、まあ、皆さんの記憶にも新しいところだと思いますけれども、えー、高インフレで本格引き締めが始まりましたよと、えー、こんな時代をお話ししていきます ではまず最初にですねサブプライムローン問題からリーマン・ブラザーズの破綻までを振り返っていきたいと思います。これの前というのは前回お話しした内容になりますけれども少しおさらいをしますとグラフを出したところですねこちらアメリカの政策金利グレーの階段でこう示してますけれどもアメリカはですね住宅金融バブルを問題視してですね利上げを2004年の6月からスタートします。で17回連続の 利上げをして1%だった金利を5.25%まで上げていきます。で、その間株価はどん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 上がっていきます。で、2006年の6月が最後の利上げですね。で、この時からもアメリカの不動産価格は下がり始めます。でも株はまだ上がっていきます。不動産関連の問題が出始めて市場はもう利上げをやめてくれ。いつ利上げ止まってくれるかな。で、さらには問題がどん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 起き始めます。不動産価格が下がって サブプライムローンの延滞率が上がる、差し押さえが増える、こうしたことを受けて、利利利下下下げげげはははままだだかかと市場待望状態ですね。で、7年の9月についに利下げ、しかも大幅利下げですね、25ベース、0.25%ではなくて、一気に0.5%の利下げが2007年の9月にドンとありまして、これでみんながやったーと言って買い上がった、これが2007年10月9日の最高値ですね。 この2007年10月9日の最高値以降株価はこのように下がっていくわけですけれどもその後ですね8年の年明けぐらいからが今回のお話です2008年の年が明けますそうしますと大手の金融機関が第4四半期2007年の10、11、12の3ヶ月間の計算を発表していきますでまずですねアメリカを中心とした巨大な金融グループのシティがですねこの第4四半期に サブプライムローン関連損失で180億ドルというとんでもない数字を出してきましたえ当時2007年の末から2008年の頭っていうのはドル円レートって100円ちょっとで105円とかそんなもんですから、まあ、105円110円で計算したとしても、まあ、2兆円とかそんなもんですね一気に2兆円も損を発表してえっ、まあ、市場驚きますところがこれはシティにとどまりませんさらにメルリンチが 2007年の第4四半期、うちは167億ドルの損です。これも2兆円近いですね。で、さらにですね、UBS も発表してきます。これも1兆5000とか。まあ、2兆円までいかないですけども、とんでもない金額で、おいおいおい、すごい金額が出てきてるぞ。というところに、さらにです。3月に、ベアスターンズが JP モルガンに買収されます。ベアスターンズは前回も前々回も出てきましたね。アジア通貨危機の後のロシアショックの時に、 LTCM というヘッジファンドを救済しようみんなでって言った時にうちは嫌ですって言って断ってサブプライムローン問題前回の話の中ではその時に断ったせいでベアスタンズが同業他社に「ちょっと困っちゃうので助けてくれませんか協力してもらえないですかね?」っていうふうに言ったら「嫌だよ」って言われてやばくなった。でその危機に陥ったベアスタンズいよいよやばくなってきてここで JP モルガンに変われます。 でこれ何が問題だったかというと買われた値段なんですね。この時 JP モルガンは同業者の、えー、ベアスターンズの株を1株2ドルで買ったんですけどもこの2ドルという金額が問題だったんです。と言いますのも7年9月わずか半年前に170ドルだったベアスターンズの株が2ドルになっちゃってるんですよ。市場の参加者たちは決算書を見てて170ドルとかで取引してたわけですけれどもそれを 同業の JP モルガンがこの時点で精査してたところ、2ドルでしか買えないと判断したわけですね。そうすると、え、僕らが見てる計算書ってめちゃくちゃないんじゃないの同業者が見たら2ドルの価値しかないって、これは今の株価ってとんでもない前提に基づいてるかもしれないみたいな不安心理が広がっていくわけです。 で、さらにですね、この時は、えーじ、住宅金融公社のファニーメイトフレディ・マックに、えー、アメリカの政府がですね、えー、2000億ドルというとんでもない金額を収支して、えー、公的管理化、まあ、実質国有化をしました。そして9月の15日、ついにですね、リーマンブラザーズが破綻します。負債総額はなんと6130億ドル。ワールドコムという、えー、前回出てきましたね、円論とワールドコムというすごい大きな会社が潰れたという話をしましたけれども、そのワールドコムの15倍です。もうとんでもない金額ですね。 でさらにですね、この時は、えー、同じく、まあ、破綻の危機に瀕していた保険の最大手、AIG グループですね。アメリカはこの AIG を救済したんですねで。この前の段階で、日本でもこの AIG って、格付けも AA、A、だったので、もうテレビのコマーシャルとかもいっぱい打って、AAA で安心ですって言ってたんですけど、も潰れそうになりましたと。AAA で,ですって言っても、そういうことが起こるんだなという、まあ、本当にいい教訓になった出来事だったと思います。えー、下落率を見ておきますと、 この最高値、2007年の最高値から09年までの最安値までの下落率はダウ平均株価が14000ドルちょっとから6500ドルまで53.8%半年以下になりました。SP500 は56.8%下落しました。日経平均も61.4%と半年以下になりました。為替の方も見ていただきますと、米ドル円は124円ぐらいから 86円台まで一気に30%以上円高ドル安になりましたでさらにですねこの前、まあ、日本の投資市場でも大変人気のあった、えー、オーストラリアドル半値近くまでいきました48.2%ですから半値近くですねでこの時もやっぱり5ドルも同じくですね先ほどの話と同じく AAA で安心ですみたいなことを言ってたんですけども為替には格付けあんまり関係ないですからあんまりというか全然関係ないですね AAA、えー、の5ドルは当時 BB だったブラジルレアルより下がっちゃったんですね。ブラジルレアルって最大下落率47%でしたけども5ドルは48.2%と AAA、まあ、っていうのはあくまでも債券の格付けなので為替が動きませんよって話ではないですし、まあ、オーストラリアドルのリスクを取ってた方っていうのは結局これだけで、まあ、半値近くまでお金が減ってしまったわけですね。 このときのリーマン・ショック時の主要資産の下落率はこちらのページに出しておきました。まあリスクの、まあ実際には日本国債なんかはこの期間、プラスで乗り切ってますのでそういったものを除いてですね、為替、ヘッジをしてない世界国債でだいたい2割弱の下落ですかね、ドル円が3割ぐらいの下落、オーストラリアドルは40%何下落しましたけど、オーストラリア国債だと国債のリターンが入っているので、マイナス40%ぐらいでとどまってますし。 日本株は60%ぐらいとかですねこんな風に見ていただきますと例えば米国の株式と米国のリートだと米国のリートの方が落ちているのを確認できますよね。米国株式マイナス63%で米国リートマイナス79%ですからあるいは日本株がマイナス60%だったのに日本のリートは70%以上下落しているのでやっぱり株とリートを比べるとリートの方がリ,リスクがでかいということはもう簡単に確認ができますね。 今人気のインド株もマイナス76%ですから4分の1になりました IT バブルの崩壊の時にもインド株は1回半値になってますけれどもこの時は4分の1まで中国株も同様ですね大きく下がりましたはい戻りましてアメリカではですねこうした事態を受けて金融緩和をスタートしますでどんなことをしていったかと言いますとまず金利を下げますグレーが米国の政策金利ですね 5.25%の金利を、えー、一気に0.5%下げた。これは2007年のことですけれども、次々と明らかになる金融機関の損失とか、問題の深刻化、あるいは広がりを受けて、どん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 利下げをしていきまして、まあ実質ゼロの0.25%まで、えー、下げていきます。で、さらに、量的緩和というのをやりました。クオンティテイティブっていうのは、量的なっていう形容詞です。量的なイージングが緩和ですね。 量的な緩和の頭文字を取って QE っていうんですけども、量的な緩和って何かっていうと、簡単に言いますと、金利を下げるのが質的な緩和であるとするならば、量の緩和というのは、はっきり言ってお金をばらまくということです。市場にお金を供給して、お金をばらまいていくというのが量の緩和。で、これをやったんですけれども、QE123 の合計で3.5兆ドルという、とんでもない金額のお金をばらまいたわけで,ですね。 でこの3.5兆ドルも、もうまあまあいろいろ問題視されたりとかもしたんですけれども、なんとこのあとですね、コロナでばらまかれたお金は一気に4.5兆ドルで、締めて8兆ドルのお金になったので、まあ、最初の3.5兆ドルの時の議論は何だったのかなみたいな感じになってですね、これ少しずつこのお金が吸収されてるわけですけれども、8兆ドルのお金が一旦ばらまかれてるっていうことは覚えておくといいですね。で、このばらまいた時っていうのは、FRB のですね、えー 米国連邦準備制度総裁要するにアメリカの中央銀行ですね。の資産が膨らみます。彼らがお金をばらまくと彼らの図体が膨らみますのでこの緑の線見ていただくとまあ普通はこういう状態なんですよ。でここでボンと増えたのがこれ QE1 ですね。えー、QE1 でまあ1兆ドルぐらいばらまいてまあとんでもないことだって言われたんですけどまあしょうがないと1兆ドルばらまいてでこの時ですね2段階目ここのところがまあ1兆もいってないんですけども。 QE2 ですねこのあとちょっとだけ見えてるのがこのあと12年に入ってから実行する QE3 ですね。でこうした中でですね赤の線で示したドル円がまあすごくドル安にと普通は金融緩和をするとその国の通貨の価値というのは下がります金利を下げるとアメリカが金利を下げればアメリカの通貨ドルの価値が下がるというのが普通です。 で、金利を下げて、さらに量的な緩和も緩和ですから、質的な緩和と量的な緩和をすれば、アメリカのお金の価値っていうのは下がらなきゃいけないはずで、で、この時、実際その理屈の通りですね、下がってて、120円台だったらドレーンが一気に70円台まで、 ドル安円高が進んでますねで、えー、とこの後にですね出てくるこちらのグラフは何かと言いますとリーマンショックで、まあ、各国の金融機関があいたんでその金融機関を政府が助けに行ったわけですけどもその助けに行った政府の懐事情が悪くなって欧州のもともと財政状態のあんまり良くない国に、えー、危機が広がってたこれが欧州債務危機ですね。 で、きっかけはなんだかっていうと、ギリシャの政権交代時なんですけども、2009年の10月にですね、ギリシャで政権交代が行われます。この時に、GDP 比でうちの国は、まあ、財政赤字4%ぐらいの赤字なんですって言ってたのが、実際には13%だったことが判明、つまり嘘ついてたわけですね。13%の赤字だったのに4%って言ってて、政権が交代した時にそれがばれたんですよ。で、これは大変だ ということで、まずギリシャ国債が格下げされまして、これによってギリシャ国債の値段ですね、赤い線で示したギリシャ国債の値段がガンと一気に下がります。で、さらにこのギリシャ国債を持っているのは、他のユーロ圏だの政府だったり、金融機関が持っている。で、ここに飛び火していって、ピッグスという言葉がは流行ったんで流行ったでよ,よく使われたんですけどもえ、ポルトガル、イタリア、アイルランド、ギリシャ、スペインの5カ国ですね。まあ、これらの5カ国の、まあ、脆弱性が懸念されて、 えー、欧州債務危機というのが起こりましたでこの頃ですね、日本ではですね、まず日本航空が破綻しました。2010年の1月ですね。で、この時日本航空の株主、何十万人と個人株主いたんですけれども、その人たちの持っているお金がまあ全部ゼロになりましたと。株はあ会社が潰れたらゼロですよっていうのが確認されたことですね。1億円持っておうが100万円持っておうが関係ないです。全員ゼロですから。で、さらにですね、えー、まずは人様から借りてるお金。 あるいは人様に払わなきゃいけないお金、従業員に払わなきゃいけない未払いの給料、まだ払ってない電気代を払ったりとかですね。人様に払わなきゃいけないお金を会社が潰れた時には会社のなけなしのお金からまず払っていくわけです。でもそれも払い切らないんですよ。全部を払い切れるような状態で普通は会社潰れないので、会社が潰れた時っていうのはそれも払い切れなくて、まあそれを弁済していくわけですけども、この時日本航空の社債の弁済率は12.5%でした。 つまり1割ちょっっっとしかか返ってこなかったわけですね株主に返ってくるのはそれらを全部返した後のお金なので返し切らないのが普通なので株主までお金が残ってるっていうのはまあ普通はあんまりなくって借りてる金すらも返し切らんのが普通ですよっていうのがここですね。でこれは本当にケースバイケースで例えば2001年の9月のマイカルの破綻の時はえこの時は個人はあまりにもかわいそうなのでまあ3割返してあげましょう法人は1割ねみたいなんですね。 仕切りがありましたし2010年9月の竹藤の破綻の時には3.3%の弁済率100買ってた人は3.3だけ返ってきた17年6月記憶にも新しいですけども自動車部品の高田ですねこの時は弁済率1%なので100億円買ってても1億,1億円しか返ってこなかったと、まあ、こんな風にですね 会社が潰れるとこんな風になるんだなっていうことのまあいい例だと思うんですね。で、さらにこの時はですね、日本振興銀行という、もう皆さん忘れちゃったかもしれないですけど、そういう銀行があったんですけども、その銀行が破綻しまして、日本でですね初めてのペイオフが発動ですね、1000万以上のところは保護されませんよっていうあのペイオフです、これが初めて発動したというイベントでした。 さらにですねこのあと11年の3月、これはもう皆さん覚えてると思いますけども、東日本の大震災がありまして、この時に記録されたのが、米ドル円の最高値ですね、1ドル75円32銭というのを2011年の10月の31日に記録しています。さて、その後ですね、12年の12月に第二次安倍晋三内閣が発足しまして、 えー、アベノミクスなんていう言葉が出ました、えー、3本の「矢ですね、えー、大胆な金融政策機動的な財政政策、まあ、要するに金融緩和をするっていう話なんですけれどもでそれを受けてです、ね、日銀には、えー、黒田総裁が誕生しまして黒田総裁は2%の物価上昇率を目指して量的質的な金融緩和をしていきますよということをしていったのがこの2012年の頃からですで、えー、それまでアメリカが一方的に金融緩和をしてたわけですけれども全然何もやってなかった日本が急に 安倍黒田大政の下でですね、緩和をし始めたわけです。金利を下げて、さらにですね、量的緩和をしていきます。量的緩和をすると、えー、さっきの FRB のところで見ましたけども、日本で量的緩和が行われると、日銀の中央銀行である日銀のボディがが膨らみます。日銀のの総資産、こう見ていただくとですね、12年の末に。 安倍さんが総理大臣になって、黒田さんが総裁に就任して、わーっと総資産が膨らんでいくわけですね、お金をばらまいていくとこういうふうに膨らんでいきます。で、これのおかげで日経平均株価がわーっと上がっていくと、まあ、日銀が買ってるってこともありますけれども、直接的に買ってるっていうことだけではなくて、ですね、市場に流動性を供給している、お金をばらまいてるってことが、インパクトとしては大変大きなことになります。 でえっと、これによってです、ね、何が起こるかというと、日本がこれまで何もやってなかったのに、急に緩和をするとどうなるかというと、12年の末から当たり前ですけれども、円の価値が落ちていきます。12年の末、この辺ですけれども、緑色で示したドル絵見ていただきますと、アメリカが緩和をしてた期間ですね、アメリカが先手を打って、わーっとリーマンショック以降ですね、2008年の9月の15日にリーマン・ブラザーズが潰れて、それ以降、深刻化するサブプライムローン問題、えー、これを受けてです、ね、アメリカが金融緩和をして。 利下げをしていきます量的緩和をしていきますという中で緑の線はどん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 円高方向にドル安方向に行ったわけですけれどもこの12年の末からですねアベクロダ体制になって日本が緩和を始めると円の価値は急に落ちていきます70円円円円台だったたドル円は一気に125円ぐらいままでですね円安が進みましたアメリカは引き締めをしたわけじゃないのにアメリカが引き締めをしたからドルが買われたんじゃなくって 日本ががが緩和をしたたから円が売ら円売れたって考えるのが自然ですね。まあ、そういうことが起こりましたよとこういうところで、えー、確認ができますね。さらにですねアメリカでは13年の3月ですね、えー、バーナンキショックと呼ばれるです、ね、ことが起こりました。これ何かって言ったら、量的緩和の出口の話、まあ、そろそろ、ねえー、市場も落ち着いてきたんで今いずれ出口戦略つまり今まで量的緩和でお金もばらまいてたのを止めて、まあ、蛇口を止めてでその後は 市場に流してたお金を回収しなきゃいけないよ、吸収しなきゃいけないよって話をした瞬間に、まあ、市場がショックを受けたと。で、長期金利が急上昇して株価が落ちましたよっていうのがバーナーショックですね。で、日本には、日本ではこの時消費税の引き上げがありました。あと、チャイナショックなんていうのもありましたね。えー、15年の6月から8月頃に、まあ、高値警戒感のあった中国株の急落なんていうのがありました。で、この時ですね、えー、日本では15年の11月、えー、日本国債2年物で、 初めてのマイナス利回りがつきましたで日銀がですね、えー、マイナス金利付き、えー、量的質的金融緩和の導入をしたのが16年の1月でさらにですね短期金融市場、まあ、比較的、えー、安全な運用ができるとされている えー、短期金融市場でですね、えー、金利が次々にあ,あっちもこっちもマイナスになっていったことで短期金融市場で安全運用をするっていうコンセプトの MMF という金融商品がですね、まあ、なくなっていってしまう、まずは16年の8月31日に野村アセットさんがですね MMF の運用を終了して、十何本の MMF があったと思いますけれども、まあ、それが次々になくなっていってしまったというイベントでした。 えこの時のですね、えー、金利の様子、一応ここに出しておきました。まあ、字ばっかりになっちゃうんですけれども、見ていただきますこれ、上がです、ね、2006年の5月、12年、16年、まあ、象徴的な日付を取っておいたんですけども、今年の4月までですね、まあ、2006年時点ではこのぐらいありましたで、2006年の5月の15日、日本の10年国債の利回りが最後に2%台をつけてたのがこの日なんですね、2006年はまだ10年国債の利回りが2%でした。 で12年の12月28日はって言ったら、安倍さんが総理大臣になったあたりですね。で、あの時もまだ0.8ぐらいあったんです、0.79%の利回りがあったのが、もう一気にマイナスになって、短いところから長いところまでですね、一気に真っ赤っかになって、それがずっと続いてきたんですけど、今、金利がどん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 上がってきて、で日銀も金利の正常化というか、ですね金融緩和の出口を今、たどっていっているというような感じですね。 今、10年債の今よりも0.8%超えてますし、30年債も2%ぐらいまで足元来てますので、さらにここから金利上がっています。動きは一応グラフで載っけておきましたけど、日本の金利が上がってきてるとはいえですね、日本のインフレ率で2.8%とかあるわけですから、物価が2.8%上がっているのに、金利はそこまで高くないわけですね。アメリカってインフレ率が3.5%とかに対して、国債の利回りが4%とかあるので、 物価は上がってるけど、まあ、国債で運用しておけばまあまあっていう感じですけども、日本って国債の利回りは低くて、まあ、銀行預金の金利も低くて、でも物価は3%近く上がってるっていうことなので、アメリカの人たち、も日本の人たちの方が運用はしんどいですよね。右側には直近のグラフを載っけておきましたので、まあ、見といていただければ OK です、はい。話が戻りまして、アメリカですね、えーと、冒頭にお話ししたように、2015年の12月から一旦利上げを始めていきます。 この時の FRB 議長はイエレンさんにな。で、どんなことをやったかっていうと、これ、12年頃、日本で安倍さんが総理大臣になった辺たりからのグラフを載っけておいたんですけども、グレーがアメリカの政策金利で、15年の末、ここから金利を上げていくんですね。なんでかっていうと、青で示したインフレ率見てください。アメリカのインフレ率、一時期は0以下、マイナスになってたんですけども。 それが15年の途中からですねちゃんとプラス権になって年末からこグーッと上がっていったのでこのグーッと上がっていったのを受けて利上げを始めますゼロの金利はさすがにダメだ正常化を進めていくわけですねところが途中で止まってしまいますこの時どういう出来事が世の中であったかというとまずイギリスでブレグジットですねイギリスの EU 離脱が決定します2016年6月のことですさらにアメリカは大統領選挙がありましてトランプが大統領になりました中央銀行というのは独立性が大変重要で 政府から何か言われて何かするんじゃなくって自分たちの考えで、えー、いろんなことをしていかなきゃいけないわけですけれどもトランプがですね金利を上げることが嫌いなわけですねなので金利を上げるとすぐ文句を言って FRB は何も分かっちゃいないと経済ンチがやっとるとかそんなことばっかり言うんですよ金利を上げるために必要だから金利を上げてるんですけどももうすごいやいのやいのが嫌から文句を言うと。で文句言われれたたからやめたっていいうことでではないんですけれども そうするとですね、世論的に言っても、まあ確かに大統領もああやって言ってるし、金利なんか上げなきゃいいのに、みたいな風潮もどんどん強まっていくわけですね。で、止まっちゃう。で、なんだったら利下げに入っちゃう。で、利下げに入ってたところに、えー、コロナですね。コロナが発生したのが2020年、まあ、蔓、ま、延してたのが20年なので、で、この時のお経済の緊迫したムードを受けてですね、えー、利下げにまた行ったので、せっかくこの15年の末から、 金利の正常化をしていったのに、また下げなきゃいけなくて、結局ゼロに戻ってしまった。まあ、振り出しに戻ってしまった。で、緑、これが、えっと、FRB の総資産なので、お金をばらまくと、両手緩和をすると増えるっていう話をしました。えここがですね、QE3 です。QE1、2は映ってないですけども、QE3 がこれで、QE3 終わって、 えー、持ってる債権があ召喚して少しずつ緩やかにこう下がっていくんですね。少しずつ減っていって、少しずつ減っていって、これちょっとした問題があって、少し供給して、その後ですね、ここです、コロナで一気に供給、QE3 があれだけすごいって言ったのにもっと短期間でもっと一気にばらまいて、こうやってきた、ねえー。金利を下げて量的緩和をしたので、さらにここで大きな大きな金融緩和をしてしまいました。 で、一方の日本はっていうと、財政的な引き締めをすることになってしまいました。消費税を引き上げましたよという話です。で、そんな中でですね、えー、先ほど出てますけれども、2020年の3月ですね、えー、コロナが一気に世界中に広がっていきまして、世界の経済活動はまあロックダウンで、まあ、一時的に麻痺状態になりました。で、一方でこのロックダウンが解除された後は、サプライチェーンの混乱で、今まで物流とかが止まってたものがいきなり戻って、もう供給サイドはなかなか復活してこないので、 いろんなものが足りなくなって、まあ、世界的なインフレが発生しました。アメリカでインフレ率が上がり始めたのは2021年。で、12月に40年ぶりの7%と。ということで、見ていただきますと、これ71年からのグラフなんですけど、ご存知のように、70年代というのは2回のオイルショックがありまして、えー、っとアメリカのインフレ率が高かったのは、この第1次オイルショック、第2次の方がすごかったんですね。70年代の後半ですね。 で、この80年代にアメリカは政策金利を20%まで上げるなんてこともしましたし、80年代の初頭にはですね、アメリカの10年債の利回りが15%を超えるなんてこともありましたけども、アメリカの70年代っていうのはまあオイルショックが2回あって、えー、80年代に入るとそのオイルショックのインフレを引きずって高金利みたいなあ時代だったわけですけども、その時以来のですね、40年ぶりのインフレ率、赤い線ですね。40年ぶりのインフレ率、ここまで上がっちゃったわけです。 で22年の6月には前年同月比で9.1%と、まあ、とんでもない、えー、高インフレが記録されました。まあ、これを受けて、えー、アメリカの FRB はですね22年の3月からいよいよ利上げをスタートしまして、えー、23年の7月の5.5%まで来ていますが市場はと言いますと日経平均が34年ぶりの最高値更新で3万9000円台をつけてさらに4万円台をつけて今のところで4万888円が最高値ですかね。 SP500 も史上最高値を記録。えー、NASDAQ は1万6442というのをこの後つけてます。で金,金もですね、史上最高値を記録しまして、2340、この後2398をつけています。えー、2400近くに、えー、までいってます。ビットコインはこの後は更新してないですね。えー、7万3000ドルと。まあ、お金が余っていることの少さという人もいますし、まあ、私もそうかなとは思いますけれども、まあ、本当に。 あらゆるものがで、すすね史上最高値を、まあ、更新っていうののがこの頃で,すで見ていただきますと分かりますように、えー、この後もう一度振り返りますけれども、リーマン・ショックの後でですね、グレーの影で示した金利を下げて、ここには映ってないですけど、量的緩和をして、15年の末に一回利上げを始めたんだけど、途中で頓挫してですね、やめてしまって、まあ、もうずっと緩和をしているような状態が続いて、22年から利上げをしてきたわけですけども、この間ですね、 もう株は絶好調で上がり続けたというのがまあよくわかると思います。というわけでですね、えー、IT バブル、リーマンショックなどを含めて、えー、振り返ってまいりましたけれども、えー、アメリカの株式市場のお移ろいを見ながらですね、えー、おさらいを簡単にしていきたいなというふうに思います。グレーの陰で示したのがアメリカの政策金利、赤が SP500、ピンクがダウ平均なので、まあ、折れ線グラフがアメリカの株だと思ってください。見ていただきますと、ここの 利下げ覚えてますかねこの利下げは何かっていうとアジア通貨危機器があってアジア通貨危機器があロシアに飛び火して、えー、ロシアで思いっきりポジションを張っていた LTCM というヘッジファンドが、えー、潰れそうになって救済のために、えー、ベアスタンスがやだよって言った時ですね、えー、救済のためにですね救済策を取ってでフェドが利下げをしてあげた。 でこれがですね、IT バブルの最後のところに、えー、大きな油を注いで、まあ、一気に燃え上がるようにですね、株価が上がっていって、IT バブルはもう最高潮に。で、この過熱した景気を抑えるべくアメリカは利上げをしていきます。4.75%だった金利を6.5まで引き上げました。で、これによって株価はピークアウトして、一気に下がっていきます。このとき、アメリカの株は半値になってますし、日本株も半値になりましたね。で、この IT バブルの崩壊に、 えー、同時多発テロからイラク戦争への流れあるいはエンロン・ワールドコムの破綻アメリカの企業会計不振粉飾ばっかりじゃないかみたいなことがあってですねでこの時のアメリカは戦争状態ですから6.5の金利を一気に1まで下げたわけですねこの時は4.75でしたこの時は1まで下げてしまいました1%の政策金利ではまともな人プライムにお金を貸して儲かんないのでサブプライム にお金を貸していくわけです低所得者とかですね、えー、資産のない人とかにもお金を貸していくそれがサブプライムローンでしたで、このサブプライムローンを借りた人たちが一気に住宅市場になだれ込んで需要と供給のバランスが崩れるわけですね家の数限られているのに買いたい人が山ほど出てくるので家の値段がわーっと上がっていく で、さらに株も上がっていく。ということで、その住宅金融バブルに歯止めをかけるべく、2004年の6月から17回連続の利上げをしていきますけれども、株価は絶好調で上がっていきまして、えー、6年の夏、不動産価格がピークアウトをして、延滞が増えま、す。先ほど振り返ったところですね。延滞が増え始めると、お 利上げそろそろろ止めてくれるんじゃないかと市場は期待しますでさらにおもしかしたら利下げがあるかもな利下げを待って待って待って2007年の9月に利下げしてやったーと言って買い上がったのが2007年の最高値そこからまた半年えということで前半部分を振り返ってみますとこの利上げによって、まあ、2度のバブル崩壊があったわけですねしかし右側半分見ていただきますと途中利上げ正常化の流れはあったものの途中で頓挫してやめてしまってさらにですね 前回、前々回と違って、ゼロにしてしまったんですよ。1よりもさらに低い、次元の違う緩和をして、さらに期間ですね。緩和の期間見ても、この時の緩和の期間、この時の緩和の期間と違って、めちゃめちゃ長い期間、すごいレベルで緩和をして、さらにこの金利のない世の中に金をばらまいたわけですね。そうするといろんなものの値段が上がっていきます。ビットコムの値段が上がるのもそうかもしれないですし、不動産価格も上がる、いろんなものの値段が上がります。が、 この期間にですね、発生したコロナショック等を受けて、アメリカはまあインフレが発生したので、それを止めるべく利上げをしてきました。今、ここの位置なんですね。僕らはこういった位置にいます。過去の歴史を踏まえればですね、 やっぱり警戒感を持って損はないですし、まあ、株だけでいいなんていう人もいますけれども分散してて損はないんじゃないかなと思いますまあ警戒をして慎重に分散をしてっていうのが、まあ、ピクテの考え方ですし、まあ、割と悲観論者の私の、まあ、皆さんにお伝えするメッセージとなります最後にですね僕の好きな本から一節を紹介して終わりたいと思います、えー、終わりにですねジョン・ガルブレイスの「バブルの物語」という本があるんですけどもその中にこんな一節があります 人間の仕事の諸分野のうちでも金融の世界くらい歴史というものがひどく無視されるものはほとんどない過去の経験はそれが記憶に残っているとしても現在の素晴らしい脅威を正しく評価するだけの洞察力に欠けた人の無知な逃げ口上に過ぎないとして退けられてしまうえこんな文章がありますえこういった言葉をですねえ胸に留めておきたいなと思う次第です。今回のまとめです 2008年に入ると金融機関のサブプライムローン関連損失が次々に表面化し9月にはリーマン・ブラザーズが破綻しましたこれを受けてです、ね、アメリカでは金融緩和をしまして利下げに加えて量的緩和を行い異次元レベルの緩和を行いました15年の末からは一旦利上げをしたもののそれは途中で頓挫してしまいさらにコロナで振り出しに戻ってしまいましたこうした中でですね石油危機以来の高インフレが世界を襲い アメリカを中心に本格引き締めが行われた、えー、そんな時代に私たちは今います、えー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。